ゲーム探し枠は今日はなしかな。さあ、早かったかな言ってたのが。ゲーム探し枠は今日ないと思います。多分。すっげえ体力ねえけど、なんで？和骨です。あいよい、はいよい、はい、またさんも、さとこさんもいらっしゃい。あんま回復しねえな。地道だな。和骨です。よし、インさん、フモさん、はあ、いらっしゃい。ああ、ちょっと待って。あ、ここ。回復。金はもう、いや、金もいるわ。あ、こんなドゥ。坊さん、開きこましさんいらっしゃい。あ、こっちです。この顔の人は何もしてこないな。かわいそうだ。ほねさんいらっしゃい。はまるね、これ。よし。あ、こっちです。今ん時バトル、今ん時、今ん時。キャッチャーみたいなもんなんでしょう。適当。やばい、いけない、いけないぞこれは。お前。よし。はい。ドムさん、ボーさん、モグラさん、アシャさん、カムイスさん、タナさんいらっしゃい。うわ。嘘でしょ。はい。よっ。よし。よし、来た。よいしょ。毒。あら、どこ行きゃいいんだ、結局。ちょっと待って、待って、待って。え、鍵売ってなかったもんな。上はいけないし、右行ったら鍵売ってないし。あれ？俺は一体どこへ行きゃいいんだ？え？一般家庭、バトルなんたらの人か？はい。あ、はぁ、はぁ、はぁ。え、手に入れたならか。そういえば、たたら製鉄の体験をしたときに、昔はスコップなどを使って焼いてたっていうおせんべいみたいなのを食べたな。食べたんだ。鎧はまだないってこと？あー、こいつなんかを知ってるな、何かを知ってるな、こいつは。絶対。鍵がなければ何もできないぞ。ん？あー、はいはい。次の銀次。銀次ってなんだよ、こいつ。あ、お天気もせんでした。鍵がない。どこまで戻んの？俺、サブカルまで戻んの？街の BGM 面白いね。確かにずっとこんな曲だよ。肉屋でしょ？一般家庭でしょ？教会。おい、なんもないぞ。なんもないぞ。おいおい、ちょっと待って、上行ってみよう。もしやハドソンつながりの桃太郎の銀次では？あ、スリの銀次ね。桃鉄のあれじゃ。あ、じゃあそれだわ。スリの銀次？そう。桃鉄のあの、なんかちょっとすげえ何億も一気に盗んでいくやつでしょ。ダメだ。鍵だわ、これ。サブカル。まさかのサブカルじゃねえか。よし。よくねえけど。全くよくねえけど。いや、怖い。取ってくのはスリって言わないよね。スリじゃなくて何？何だろう？国？それも違うな。やめて。イエス。あれってどうやって一度に何億も吸ってたんだろう？小切って？何だろうね。現金で取れる量じゃないだろう。正直桃鉄全く分かんないけど、多分そういうこと。何億とか盗むんだよね、あれ。スキミンズの銀次。なんか読み取ってんの。そもそもプレイヤーは数億円キャッシュで持ち歩いてる。そう、だから多分、だからそうじゃないんだよ、あれ。あれは、あの、そういう風に釣られたっていう表現になってるけど、実は違う、なんか取引が。何かしら小切手的なことで。何が？
プリ最終回で相談と一緒だ。そう、すでの銀次がってこと？へへ、どんだけ持ってんの？ちょっと待て。こいつから鍵をもらおうか、とりあえず。鍵か。話が長いんだよ。パクパクしてる。もういい、サブカルはいい。鍵来た。あ、もうサブカルが痛いんだよ、何気に。よし。いか。そもそもあの自由に走る鉄道は何？何なんだろうね。恐ろしいね、結構。さすがに無理か。あー、硬いなー、こいつマジで。そうだよな、なんであんなに自由に走ってんだろうね。自由なダイヤとかで。他人に何、あぶね。あれは謎だよな。よし。U ターンするしな。マジか。ひどいな、なんか。回復する。専用車両なんじゃない？ねえ、なんかそういう感じだよね。決まった駅に止まらない列車。やべ。じゃ、自由すぎるぞ。ちょっと待てー。うぅか、一向に回復しねえ。ぐるぐる回って時間稼げたりしたな、笑。怖いわ、そんな電車いたら。進んでも戻りますよね、笑。Uターンしてくるって。単線で、単線の電車みたいな感じ。これなんだろ、蜂みたいな。お前来んのかよ。近道かな。よし。機関車と新幹線とリニアが同じレール走ってるしな。回って時間稼ぎとか専用の山手線でも持ってるの？個人的に山手線を持ってるってやだな。やぶいやぶいやぶい。ぶっ飛びで飛んでいく車両。ぶっ飛びって何？おいっす、おー。あー、鍵屋だー。遠いなー、鍵屋。マジかよ。マジかよ。おかしいな。暗い置き換えのカードだね、ぶっ飛び。入れ替えんのか。こんにちは、お疲れ様です。はい、ご苦労さんとポンコさん、ポンコさんいらっしゃい。気がつかなかった。え？確かに、客を乗せて走ってるわけじゃないしな。客が乗ってる設定なの、あれって。え、さっきの街の、嘘。え、鍵売ってた？ちょっと待って。鍵あった？俺見逃してたのかな、なんか。疲れてんのかな。今日はちょっとコアでして、ゲームでも探すか、じゃあ。逆に。鍵あったのか。てか、何度見ても鍵屋はなかったと思ったけど。ないわけねえと思うんだけどな、鍵屋なんて。ここまで戻ってこなきゃいけないとか、めんどくさい。鍵屋ってなんだろう、哲学。鍵屋は、鍵屋だ。玉屋鍵屋。玉屋鍵屋の鍵屋って何なの？本当に鍵屋をやってる店なのかな。でもなんで花火、うわぁ、マジか。花火も一緒にやってるのか、鍵と一緒に。銀河鉄道カード使ってる間に他の人がゴールして、そのままボンビーに疲れてそのままボンビラス星へ。何それ、ボンビラス星。人の野球選手にいましたが、鍵屋、なんだろうな。ハートキー。ピッキングできるんですかね。できるんじゃない？やっぱ、その鍵の構造を知らないといけない仕事だから、ね。なんかでも、どうなんだろう。だったらお前たちに。花火屋なの？なんか回ってきちゃったこれ。あ、これ上なんじゃね？上なんじゃね？これ上から来たような気がする。タマヤ、カギヤ。カギヤって名前のカギヤじゃなくて。タマヤとカギヤって花火屋があったんですよ。いや、その話はいいんだ。です。そうなん、それ話はわかってるけど、そうじゃなくてカギヤって花火、カギヤはじゃあ本当のカギヤは何してたんだよ。鍵屋って名前なだけ？鍵屋さんがやってたのか？玉屋さん、鍵屋さん。
玉やってなんだよな。玉は花火屋でもいいけど、乗り業者にも鍵屋って野望あるな。なるほど、鍵屋っていう、鍵屋じゃない鍵屋がいい。鍵屋は不審火を起こしてお取り潰しになったんですよね。はははマジか。もっと買っとくべきだったかな。さっきの街にあった鍵屋、マジで完全見逃したわ。二度見逃したわ。玉屋が生き残ったと。わら、玉屋は残ってるの。まだあんま最近聞かないけど、世界の玉屋。火事はかなり大災害だ。そりゃそうだよ。鍵を使い捨ててしまうのか。重罪なんだな。じゃあ原因を作っちゃうと。あ、そう、花屋、なるほど。花屋与兵っていう食い物屋もあるしな。そういうことか。打ち上げ花火は玉みたいな形してるからな。玉屋。そう。でもあまり違和感はない。鍵屋だけが、鍵は、鍵尻尾の鍵とか何なんだろう。鍵、引っかなんかこう、なんつうんだ。耳かきみたいな形のものを、鍵っていうの。耳かきって。いて。よし。明日に与兵が江戸前握り寿司の元祖と言われていたとかいないとか。足屋与兵っていう名前のカツ丼屋。足屋与兵って、あー、取っちゃダメ。王将っていう名前のカツ丼屋みたいなとき、嘘。やべ、これ見えないところで倒しちゃダメだ。よし、毒、毒。鍵屋は今も健在のはず。あー、そう。玉屋はいいか。よし。いけないとこなんかあったかな。ほいほいほい、おお。いらないけど。ちょっと待って、あ、無理だね。足らない気すんだ、これ。鍵。ああ。イエス。上かな？上関係なかった気すんな。関係ねえ。お金いくらあっても足りなさそうですな。そうだね。未来出てきましたよ、影や。危ね。未来出てきた？危ない。花火の守護神。ここから飛ぶのかな。ここから上に飛ぶのかな。うわー、やだな。ウィングブーツが売ってる理由がそれでわかるな。まさかのな。あり得るよな。鍵通過ある種のピッキング工具を買ってるんだろうか、これ。どうなんだろう。加えてるので、まさかの空中。いや、空中は今までに一回あるんですよ、ね、で、あの空を飛ぶ靴があるから、こっちが、あ、ジャンプすりゃいけんのか。痛いよ。そこから取ったそうです。うん。稲荷の像は鍵と玉を加え、嘘、鍵加えてんの。鍵や玉や、へえ。鍵加えてるって初耳だな。痛いってか死にそう。飯をくれ、飯を。死ぬの。ああ、死ぬの、これ。こいつが何気に倒しずれんの。回復しねえな。パンをくれる人にやられる。なあ。パンか。今考えると靴に飛べるほど推進力かかると危険だよな。そうだな。ああ、分かっててやった、今。早か、ああ、危ない。危険か、これ。危ねえ。これちょっと早いんだよ、動きが。PC ゲームザナブの移植と思って画面見た時のがっかり感がすごかった。ファザナブの思い出。うん、らしいね。俺は全然パソコンの方知らないから。になりそう。いけるか。頼む。鍵ある。ここならあるんだ。こっちか。うめ、学蔵さんいらっしゃい。もう一個か。主人公、横の移動は得意なんだ。へへへ。どう、そんなにさ。てか、これね、速度が出ないとダメなんだよね。ここは医者がねえのか。ここは医者がないのか。なるほど。
あれもどうやって止まるのか考えてまうな、アイアンマンの飛び方。あれは前に向かって噴射してるじゃない、バックファイヤーじゃないけど、そういうことじゃない、手で手から出てるでしょ。よし、ここで撃ってるはず。あ、出てなかったっけ。出てるよね。よし、どうしようかな。ここなんか今撃ってた、ここで撃ってたら怪しいよな、ウィングブーツ。ない、アイアンマンのデザインほんとすこね。そういえば出てた気がする。出てるな。出てるよね。手で止まってるはずよ。アトムはここの天使、アトムはどうしてるんだろうね。この敵に無理、ケツからマシンガン。ここの天使マジかよ。バトルスーツ取り戻したか。飯食ったか的なノリだな、もう。ここはメット持って、メットなんで被れねえんだろう、これ。かわいいブラが見たいんだよ。なかなかいないんだよ。あ、ね、あ、なんか称号上がったんだけど、ま。なんだよ、まだ上がるんじゃねえかよ。あのキャラ、あ、こいつは誰だろうな。俺はなんか、あれだな。森本レオ。いや、わからんけど。ロード。はい、来た。ぬゆぺ。優しい声、笑。なんかそんな感じ。メタルマンはやめろ。メタルマン。結局悪そうっていう。領地がないのにロード。領地があったらロードなの？え、領主って意味なの？バトルスーツを探しなさい。ここにあんじゃねえ。ああ、撃っちゃった。ああ、撃っちゃった。はい。肉屋かなんかに女の子いたよね。魔法回復しようかな。あんなに減ると思わなかった。肉屋。何年か前にやってたアトムのアニメって尻のマシンガン出てきたっけ？出て、わからない。スライム女来たよ、ほら。あなたが噂のメタルお風呂に入っているのって言われるよ。かわいいじゃない。スライムのって嫌がらせじゃないわ。嫌み言うから。アストロボーイか。アストロボーイもアイティアトム。いやー、アニメやってたな、あれな。あるんだ。あるんだ、こっち。あれ？あれ？俺、こっち来てなくね？いや、わかんねえ。ごめん。全くわかりません。なんか感じ。タイト？ハートだろ。未来をつかめとかそういうことか。この暖簾は何なの？ちょっと。なんで座れるんだよ、これ。アストロボーイ版だと腕がサイコガンみたいになってたの。え、昔もなかったっけ？あれって新しい版。生きてたあぶねえ。どんな格好なんだよ、主人公。いや、なんか違うのよ。なんか風呂入ってない感じ、なんか、こじきみたいな格好してんじゃん。ここは回復買うしかねえな。レッドポーション。なんで赤なんだろうな。ここじゃねえ、そう、臭そうだよ、だから。回復せんだっけ？なんなん違うわ、それ。まとめて売ってくんねえかな。はいはい、買い物がめんどくさいな、このゲームは。人気ねえな。人気出ねえわな、このやつ。せっかくの休みなのにゲームする気にならない、助けて。ね、しなきゃいいんだ。無理にするもんで、ゲームはしたい時にするもんで、休みがどうだろうとか関係ないから。そういうことか。妖精さんいらっしゃい。和骨です。いらっしゃい。嫌やの方いらっしゃい。これどうすよ。なぜ金はすごくピュアな店主。確かに少量値、少量値。プルートだと内臓武器一切なかったな。プルート、あ、そうなの。へえ。武器、内臓武器じゃない武器はなんかあるの？ほい！なんだよ、こいつマジで。右しか使って押してないのに左に行ったよ。浦沢直樹のか？そう。プルート、プルート、プルート？痛いなぁ。あ、ここ来たか。来たわ。全然来てた。60億人の人格をシミュレートする方。
あー、指輪か。拳は演歌歌主催で。60億人なんでそれ。指輪は何なんだろうなぁ。バトルじゃない。じゃあもうやっぱ行く場所ないぞ。あ、待って、ブーツは、ブーツ行ってみるか。何のヒントもないんだけど。恐ろしいな。痛い。指輪さえあればここは開くのか？死んじゃうってのか。やべ、危ねえ。その小銭くれ。よし、来た。肉を食う、肉を。肉やー。なんでここ回復ないの？医者の女がここにいるし、医者はいない、なぜ？看護婦さんだけいるのかい？よく考えたら、恐ろしいな、なんか。危ない、危ない。危ないよー。回復しきらんねー。途中でパンで回復するか。800ゼウスで良いよ。え、そうだから、いあ、ブーツ持ってたわ。使うべきだな。あそこで使うが今のところもうないよ。道がこいつマジムカつくわ。なんなんだよこいつ。どうしようもないじゃんか、こんなされたら。確実に2回食らうっていう。やめて。ああ、お前もかい。なんかあるのかな、このエリア。そういうゲームじゃないしな、今んとこ。角町、芋、角町、角持ち芋？よくわからん。よし。よっしゃ、ニュースで時々突然急降下しそうな火星だな。来たことない場所来たけど、毒だよ、これ。どう見ても。ゼウス。なんか回復できる、これ。おぉ、パンくれるやついた。助かる。おぉ、危ない。あ、下になんかある。下の映像が気になりますね。下何あれ。ここの下ってなんだ？ここの下？マッピングしたくなんだ、このゲーム。絶対下関係あんじゃん。何あれ？鍵？指輪じゃないしな。なんだろうね。回復した意味ないやん。お前は何なんだ、ほんで。下か。この右だよな。あ、下？行ったことない？まさか。いや、なんか、いやー、そうか。あー、体力が減った。うん。まさか。おいっす。あ、上だ。あー、なんだお前ら。怖いよ。ここからだ。いけんじゃねえか、普通に。なんで見逃してたんだ、ここ。あった。回復だしかも。マジカルロット、あー、マジカルロットなんか言ってたね。魔法の威力を増してくれる杖があるって言ってたな。あ、よし、入ったし。ちょっとあの右、一番右のやつ何？記憶にない何かがある。マジカルプリンセス、ちょ待って。よし、来た。なんでこっち来んの？危ない。おーい！ハートとかついてんのか。お魔法。あ、体力ない。危ねえ。気がつかなかった。あぶね。魔法。ああ、もう。よっしゃー。鎧。来たこれー。なんだこれ。来てるのかな？来てない。来れないんだよ、じゃあ。あとなんだ？あと、この二つでいいのかな？これ以上もう道ねえぞ。お、鎧来た。鎧来たけどまだ来てないよね。バトルスース。痛い。スース。スースって書いてあった？ちょっと待って、怖いよ。分かり合えない、こいつらとは。ああ。危ねえ。来てないわら。来てない。来
着てないよ。はぁ、これどうすんの、これどうすんの、いや、これどうすんだ、魔法打てるから。何これ、スープに話しかけないと切れないとかね、まだ切れない、なんかどうすりゃいいんだこれ、かえ、あれ、あと5分だよ放送、どうすりゃいいのこれ、ジャンプできねえしな、危険すぎるだろ、来るし、これマジちょっと帰れないな、ハドソン出たよこれ、ちょっとやりすぎ感、逆を向きながら登る、あー、お前こっち来んの、なんか音鳴った、よし、やっぱり死ぬな、死ぬなこれ、ここよし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 、やべこれ意外と難しい、登んの無理だよな、やっぱ無理だよ、あいつと戦うの無理だよ、こんなに降りづらいし、降りてからすぐは攻撃できないし、あいつが何、あいつやばくない、魔法は、魔法打てねえし。おい、魔法打てねえぞ。なんかあんのか、対処法が。厳しいな、急に。はしごの上からジャンプもできないよな。魔法も打てないし。やりようがないぞ。登りきらないことには。登りきるかこうだよ、だから。やべえ。対処法がない。3分運任せか、俺が攻撃さえしなかったらされないってことで、されるじゃん、そういう敵なのかなと思って、ちょっとちょちょちょ、怖い怖い怖い、何をすればいいんだ、後ろかやっぱもうやだこいつら、これが、ここがまずきつい、魔法連打してみようか。うわぁ、倒せたけど、意味ねえ。うわぁ、マジックポイントない、これなんなんだ、マジで。あ、乗れた、あはは、マジか。なんか乗り方がある。はしごの上に。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、もう。はぁ、こんなとこで、こんなもん使うとは思わなかったわ。まあ、いや、お金はなんとか。こう、上まで行って、ジャンプ。うわ、なんでこんなことしなきゃいけないの、俺。これ、超難しいぞ。あれやんなかったら絶対無理だもんだって、今のところ。いやー、しかもこれ戻れないし、普通には。この技術むずいぞ。なんでこいつ急に暴れた？やめて、やめて、やめて。落ち着いて。落ち着いて。嘘でしょちょっと待って。俺はどこに行きゃいいんだ、ちょっと待って。こっちでいいんだっけ、あ、いいのかもしれない。もういい。これやばいな、こいつも。もうこれ終盤じゃなかったらきついな。やっぱこれジャンプしてもダメだ。落ちちゃうんだ。ジャンプしたところで落ちる。回復くれる人だ。お前はいい。お前はいい。危ない。やめて。やめて。あ、これいけんじゃん、じゃあ。無理か。そういう問題じゃない。出てくるだけ、お前。よし、いった。撃っちゃおう。どうせ肉食うし。よし、次よくだ。いやー、つれー。マジで辛くなってきた、これ。お疲れ様でした。はい、次は食う。おつです。ちょっと待って、肉。おつです。おつです。いやー、肉かー。次は食う。次は食うまでは少なくともやります。そろそろなんか鎧くれそうだし。あとちょっと教会行きたい、これ。おつです。はい、お疲れ様です。次は食う。そして、ゲーム探しは、でもこのゲーム探しはもういいような気がする、今日はもう。
探してほしい。はい、オッケー。1枠早いね。例えばなんかマイクロソフトのあのマウス電話したんですよ、マイクロソフトに。なんかもう速攻で壊れたんですけどってことを言ったら、もう保証書とかなくても全然もう新品送るんです。よろしく。なんかね、新品送るんで許してくださいみたいな感じだった。リコール的な問題があるみたいな。あれは結局この人じゃないのか。俺どこの白いギャイしろって言う。わかった、わかったぞ。戻らなきゃいけないんだ、これ。サービスがいいっていうよりは、だからやっぱ問題のある商品だったんじゃない？最初から。え、この先だったっけ？バトル、バトル、バトル。やべ、わかんなくなっちゃったよ。これやっぱメモりてえな、俺。でもメモりたくない。ワクワク。痛い。はい、皆さんいらっしゃい。こいのぼりさんもいらっしゃい。ここ指輪がなきゃ開かないとこでしょ？いや違うじゃん。回復上、回復、回復、回復、すげえ回復する。じゃあここで一旦回復しよう。やんで、よし、来た。バトルスーツどうなりました？バトルスーツ今集まったとこだね。これからちょっとソニーでもなんか最近さ、変な噂が流れたけど、あれ何、なんだっけ、なんだっけ、なんか印象を良くするような噂みたいなのが流れたけど、俺はもっとひでえ噂知ってるから、そんなんじゃ覆らないけどね。あぶね。プレイステーションのなんかあの、1年間契約できるみたいなのあるじゃん、なんか。プレイステーション、あれなんつうの、プラス ?PS プラス。あれで、なんか2回、間違って2回購入したことになっちゃって、お金返してもらおうと思ったら無理って言われて。しかもでも1年分しか買えてないって、しかも。っていう人を聞いちゃってるから。カズトさんという生主さんの話で。それを聞いちゃうともう何を、どんだけいいこと、いい話が出てきてもちょっともうちょっと、まあ、でもあれはダメだったしな、みたいな。でもあの件なんで対応できなかったのかわかんねえしな。データとして絶対残ってるはずだから。悔やんではいけません。うん。悔やむよね、絶対あれ。悔やまないわけにはいかない。ふぅ、7000？ 魔法変えねえ、和骨です。はい、いらっしゃい。皆さんいらっしゃい。だいたいなんで2回変えるようにしちゃってんだよ。だったら2年間ね、あれだけ。2年間ね、まとめて買っちゃったっていう判定に しかならないとかさ、なんだろう、違う。判定になっちゃったとかならまだいいけど、まあ笑い話だけどさ、2回分、なんか間違えて2回買っちゃったけど、1年分しか契約できてないみたいな。なんで湯飲みにするの？いや、だって、なんていうの、知り合いみたいなもんだからな。だからその人はもう、だからそれからもうプレステのハードはもう二度と買いませんって言ってた。よし。はい、いらっしゃい。よし。確かに、だからそういう面では360とか、まあ、Xbox とかにはそんなにストレスはないからな。あぶね。有料だ。消費者センターとかでなんとかならんのかね。まあ、そっちでしょ、多分。でもそんなめんどくさいことが必要なの。ちょっと待てよ。これ下行ったらさっきのでね、ちょっと回復できる。おーし。これでよし。回復が少ないな。脇腹痛いな、ほんで。よし。こいつは便利だ。危ない。いや。いや。いや、ちょっと待って。戻らなきゃダメかな。あの神父がいるとかどこだ。ああ。俺この下って言ったっけ。なんだろう、あそこ。こいつらマジ気持ち悪い。おい。
ここはどこだ、ちょっと待って、なんかもう記憶にね、やばいな、ゴロゴリ減っていく、もうやばいよ、いや、わからない、いやー、これ行っていいのかな、これ何なんだ、ここ、あ、いや、ここは、いやー、ちょっとあれだな、ここさっきのとこでしょ、あー、ここ来てねえ可能性あるな、行っちゃいなよ、行く行く行く、もう行く、ここはヘルシーキングでいいんだよね、ここ来て、いやでも来てないことはないと思うんだけども、鍵いっぱいあるから、所長さんがゲームしてるだと、なんでだよ、なんだここ、体力やべー、体力やべー、おー体力やべーな、ネットポーション痛いんだよこいつ、強えんだよ、よし、なんかでも来た行数がないなぁ。あー、なんか毒薬が上に出た。あ、来てねえわ。なんだこれ。なんでよりによってこんなわけわかんない弱い敵が出てきたの。お金くれるの？え？ん？何もない。クラゲっぽい何か。なんかあの、椅子みたいな。安っぽい椅子。あれ？お前そう、なんでさっき出てなかったじゃんか。いって。何か飛ぶ必要が感じる。いや、なんか出たぞ。何か出たぞ。アワーグラス。アワーグラスどこに入んの？どこに入った？アイテムか。使う必要あったか？これ。おまけでくれただけかな？あの毒薬が上にあるの何なんだ、マジ。お前押すなや。マジか。撃っちゃおう。毒が上にあんのなんか気になるな。そろそろ飛ぶとこがあってもおかしくないよ。さっきの継ぎ目のとことかさ。上の左行けそうじゃね？行けそうだけど、行けるな。マジで？まだここ来ちゃった。どこまで行けそうだった？いや、俺その前にやることがあるんで。先にやることやる。ここは覚えとこう。メモりたい。でもメモったら負けな気がする。やべえ、これ戻れないじゃん。はい。ご苦労。来るなよ、来るなよ。よし。回復しようか、じゃあ。あ、いや、ここじゃなかった。ここじゃなかった、全然。はい、はい。ここも鍵必要、まさか。はぁはぁ。どこなんだ、神父。鍵使うか。月下の野草局っぽくて驚いた。鍵か。危ない。どこまで戻りゃあるっけとか、もうちょっと覚えとくべきだったな。鍵が減ってきたよ、もう。あ、飛べるとこだ。飛べるとこ。まあ、飛べるけど、あ、危ねえ。ここ危ねえ。もう体力ないの？お前、そこで殺したら。ここ怪しいけどな。だってブーツが売ってる意味がわかんないもん、そうじゃなかったらさ。誰もヒントくんねえんだよ、あれが。店の人、家の人町の人が。こんなに戻ってよかったっけな。こいつは素直でいいやつだ。これ、戻ると町じゃなかったっけ。無駄な作り場ない。嘘、死んだ、ちょっとね、死んだぞ。うわぁ、まさかのこれ死んだら、やべえよ、ちょ、うわぁ、悔やむわぁ。でもお金増えたような気がするな。悔やんではいけません、ほんとだよ。悔やむわ。ここじゃねえし、どこだよ、これ。戻らされたな、随分。おう、買っていくか。鍵屋もあるし。はざなって、うどしゃ。いやお金が増えましたな。お金増えたよ。おかげさまで。鍵は、あと二つぐらい買えばいいかな。いくつ持ってる？ドドフェフ。ドドフェフ？あと一つ。いや、もっとできれば欲しいけどさ。
ブーツ邪魔だからあそこ使ってみようか。そうな、めんどくさそうに。店なんてそんなもんだよ。よし、あ、ここ鍵しか売ってねえや。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。あー、まああるね、あるね。ここだ。魔法っていくらだったっけ。まあ回復アイテムしか買えねえけど、あーあとちょっとなんだな。死んだらあとちょっとって感じだな。称号ってこれ以上上がんのかな。でも上がんない気するな。何恥じぬようにとか言ってたから、もうマックスなんじゃないの。ははは、そんなバカな。あー、邪魔なの多いな。どこで使えばいいかな。ちょ、聞いてみようか。いや、これあそこ乗っちゃうんじゃん。複雑な迷路になっているという、ラスボスの面のことを話をしてんの。ちょ待って。いい、ちょ待って、なんだ、誰だこれ。誰と話してんだこれ。おっちゃんじゃねえだろ、まさか。お前だったんかーい。あれ、鎧のこと言わなくなった。あら、おしゃれ。うん、うん。取った。取ったよね。取ったね。なんか減ったな。エリクサーかな。とりあえず戻ろう。戻ればいけるはず。いや、先なのかな。先はないよな、もうな。先はだって、あの、指輪がないと入れない扉だもんな。やめて。あとは、なんか、神父に会って、この下は？はい。神父どこ？ここを降りたら死ぬ。ここはダメ、ここダメ。よし、よし、よし。はい、落ちて。よし、オッケー。よし。鍵かな？ちょっと待って。鍵だ。鍵どんだけ、どんだけ鍵使うのこれ。え？いえ、違う。神父は違う。神父は戻ったとこにいるはずだ。神父はね、先じゃないのよ。ああ、もうちょっと使ってみようか。こいつら倒してからかな。なんでだよ、なんでだよ。これむずいんだって、こいつら飛び方。電気枠の空中ゾーン。よし、頼むぞ。よー、ウォー、ウォー。ダメ、でも今のとこ使うとこねえしな。あ、違うわ。え、どうやって使うんだっけ。あ、下か、下か、びっくりした。使用しなきゃ。あ、なんもねえ。なんもねえ。下行ってみる。ドキドキ。あ、ここか、ここか。なんもねえ。なんもねえ。ブーツ切れたし。なんもなかった。毒だけだ。え、毒だよな。絶対触らん。そんな、なかった。何にもなかった。この右とかもないんだろうけど、いけないとか結局ない。存在しない。おい、ここまずくないか。あ、大丈夫。もう秘訣分かったから。大丈夫だ。あ、ここか。おい、なんだ。やめて、やめて。結局なかったな。仕方ない、そういうゲームだけど。なあ、なんなんだろうね。そう、落ちたらあそこに行くってだけの場所なんだ。単にな。納得がいった。巧妙な罠。鍵が必要なんだ、ほんで。ひどい、鍵使ってさっき入ったじゃん、俺。あ、痛いよ、お前。あ、死ぬね。これもさっきそういう死に方したから。そう。ブレードさんいらっしゃい。ああ。ああ、疲れた。また開けたやついるよ。閉めとかなきゃって。
なんというコント。危ない。うわい。BGM がリンクっぽい。ああ、どうだろう。ドラえもんっぽいけどね。ラスボスは影矢説。お前が締めてたんか。カンって。痛いよ、だから。回復くれる人だけど。だからといって。ってことは、これ回復、うまいわ。ほっ。降りられないの？いかー。人に私は思えないのですが、わら。へへ、いいんだって。よし。あぶいよ。この先に確か、あ、ここが村だよな。あった、ここ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 だよ。お前だな。あ、バトルヘルメット、バトルスーツは？は？ドラゴン？スレイヤーを？ドラゴンスレイヤー？お？持つときにだけ装備でき、でき、ドラゴンスレイヤーは、本当の平和が訪れるまで、収めることはできない。この指輪で、あー、来た！ドアが開く！来た、これ！と思ったけど、結局はお前、指輪くれる役かい！鎧じゃなかった。切れない。ドラゴンスレイヤーを持ったときにだけ装備できる最強の鎧ってことか。やっぱりここ鍵屋ないよ。ここには鍵屋がない。なんかこの状態で一個も鍵持ってないと積むん。で、ドラゴンスレイヤーどこに積むってことはないけど。神父さんよ。ちょっと待ってね。回復さん。あ、多分鍵を取っていくとこでしょ。にあるんでしょ。やべえ。鍵ってね、あの、指輪を使って開くドアの向こうに、ドラゴンスレイヤーがあって、もう最後、かなり終盤だな。ここで改良しないのだ。何なんだろうね、こうマジで。鍵屋不在。はい。酒場、あ、酒場の、いいや。はい。魔法に触らない方がいい。魔法はダメなんだ。ドラゴンスレイヤーを使って、ドラゴンスレイヤーとザナズって繋がりがあるんだっけ、一応。ゲーム的にも。名前だけじゃなくて。よし。うわー、どうしよう、これ今日クリアした方がいいのかな。いや、夜にしよっか。ゲーム探し枠やって、これからゲーム探し枠やって、飯食って、夜はこれクリアかな。鍵が1個で大丈夫なのかな。ドラゴンスレドラステ2がザナドゥ。あ、そうなの。ドラゴンスレイヤーという限りドラゴンが最後なのでしょうか。多分ね、ドラゴンクエストってドラゴン最後じゃなかった。ドラゴン最後か、竜王だから。探してはね、探してはないような気がするけど、ドラゴンクエストって日本語で言うと何なので、ドラゴンウォーリアーって日本語で言うと何なの。ドラゴンクエストと言いつつドラゴンほとんど関係ないシリーズ。そうなんだよね。パズドラもそうだよね。だ、そういうゲームがヒットするっていう世の中なのかな。この宇宙の法則なのかな。ドラゴンって名前だけどドラゴン出てきません、役立ちませんみたいな。流戦士？あ、ドラゴンウォリアーは流戦士か。RPG というよりハパズルゲーだったけど。マジで？あー、まあまあまあ、そっか、フラグ立ててみたいなこと。パズルっていうよりは、まあ、なんだろう、フラグ立て系だよな。ドラゴンボールも後半便利アイテムだったし。確かに。ドラゴンボール、確かに。あれ？ドラゴンって名前がつくもの。ドラゴンズもどんどんドラゴン関係なくなってきてるけども。D&D？ おー。パズドラも、ドラゴン最強ではないしな。やっぱだからドラゴンって名前がつくけど、あんま関係、ドラゴンに関わらないゲームが、日本人には合うの？何かヒットの法則？これ。やめなさいよ。上多分関係ないよ。あ、関係ちょっと。初代のドラスレは表クリア方で各面の最後の敵がドラゴンでした。え、なんかダメージ食らった。お前なんかいる。お前何してくれてんだ。あ、ドラスレはね、ドラスレ。ドラスレってあれだよね、なんかちょっと古臭い。まあカセットビジョンとか、スーパーカセットビジョンとかに出てたやつよね。
指輪は確か下の方？やめとこう。ドラゴンなんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。ダンジョンマスターではドラゴンステーキとして食べましたな。はぁ、竜光の拳。竜光の剣。最強の竜と。危ない。これ絶対食らう。絶対食らわない。あれ、食らわなかった。俺ここに何しに鍵を買いに来たのかな。いや鍵はもう必要ないような気がする。右は町の右側じゃなかったっけ。そうだけどちょっと鍵が1個ぐらいはあった方がいい気がする。ダンジョン飯、あっ、待て、魔法は使うなって言ってたよな、さっきな。あ、そう、へえ。使えるみたい。そんなドラゴン、あ、ドラゴンと戦えんの、あんなリアルなゲームで。勝てたらダメじゃね。ああ、もう、足りないな。買っと、ドラゴンって美味しいんですかね。トカゲだから、まあ、ワニとかが近いよね。多分、うまいと思う。食えば。一応、メインシナリオはドラゴン退治だよ、スカイリム。オブリビオン全然違ったもんな。ドラゴンとか一切出てこなかったし。なんか、ゲートみたいな話だったよね。一作、二、四作目か。大量発生してるけども。気持ち悪い。さあ、肉屋か？医者もねえし、ここ。オブリビオンも最後ドラゴンじゃない。そうなの？ドラゴンゾンビ、美味しいよ。ゾンビはやだ。でもちょっと腐る寸前が、寸前ってことは言わない。腐るギリギリがうまいって言うから、もう腐っても腐っちゃってるしな。スカイリムでは設定的にドラゴンが密接に関係してました。なるほど。へえ、どうね。いや、コンフレイトの神父様が、お前なんでもらってから言うか。最後味方がドラゴラムして敵のボス倒してプレイヤーを置いてけぼりになるよ。超壮大なネタバレされたけど大丈夫だそれ。もう古いゲームだからな。こんなに減るって何なんだよ、最初に。確実に減るって何だ。ちょっと、あ、こっちじゃねえのか。これ待て、いけんのか、向こう。いけるかどうかだけ、チェックしよう。あ、いけたわ、多分。行ったら、ほら、ここだ。回復しよう。肉を食おう。これ、ちょっと。はい、よし。すっかり店の下取って衛兵にボコられたのがオブリビオンの重火で。下取って、店の下取って、あ、死な、バレたら衛兵くんだ。さあどうしよう。うっ、降ってくるよね。いつ見てもこの肉屋シャフド意識してる。ああ早かった。戦わない。なんで町の奴らはモンスターに襲われないのか考えちゃいけないんだろうか。なんかね、ドアがついてるらしいんだよ。門じゃなくてドアらしいん。そのドアがなんか守ってくれてるらしい。まあイース3とかもそう。ちょっと待って、来ないで来ないで。序盤で金を貯めて最強一歩手前の攻撃魔法を買うゲームですね。そう、いや、とそういう風になったね、結果ね。あー、ここ回復だな。これだな。よし、この多段ヒット、あと1回かな。いやー、よくできてんだこのゲームな。やっぱよくできてた。よし、 OK、 もういい、もういい。今称号は何ですか。ヒーローかな。どれぐらいすごいのかわからん。なんか西って書いてある、あれ石に。違う、穴じゃないのそれ。お、進んでいる。ヒーローって最大じゃない？え？ロードが今なってんだっけ？ごめん、今見ればいいのか。曲もいいしな。ロードだって、ロード。意味がわかる。ね、飛び越えるも何も。歩いてきたぞ、普通に穴を。ありがとう。うん。ロードって最強じゃないのこれ。トラマユー。トラブリュー、すり顔する。どうする？オレンジさん起きてる？雰囲気が
神々しく。なんか入り口いっぱいあるぞ。おい、ほら、鳥っぽいし。鳥っぽいし入れた。いやー待て武器がないんだって。これ武器さえあったら戦うけどさ。敵だ。敵かい。喋れんのかなこれ。ダメだ、めっちゃ減ったんだけど。アリだ。アリ、ダメか。あの動き騙される。あらキョロキョロしてっからさ。この扉のどれかが泥沼につながってるんですね。泥沼ってなんだよ。どこにもないぞ行ける場所が。なんだこれ。ちょっと待って、下か、下か。何かがありそうだが。いや、さっき歩いてきたやつがいたとこあったじゃん。あれぐらいしか行ける場所がもうない。死ぬの？わら。掴んでみたよ、上の部分。お前、何なんだよ、これ。俺は落ちるし。落ちたよ。落ちたよ。何してくれてんの？そして食らう。よいしょ。よいしょ。目玉の回復屋さん。いやー、二人、なんだ今、なんか食らったぞ。お前、ふざけんなよ。はぁはぁはぁ。ああ、そうか、ここで、ちょ、怖い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 。体力。はぁ。ここだ。なんで絶対食らうんだよ、これ。プラマイゼロになっちゃうじゃん、これ。よし。あと3分しかないの？俺ここで終われないぞ今日は。さすがに。なんで食らうんだよ。疲れた。しかし疲れた。ゲーム探しは疲れるから嫌なんだよな。これからさらに疲れると思うとちょっと気が重いわ。ああ。オレンジさん寝たし。よし。あ、なんか敵が出現するポイントちょっと若干ずれあんな。よし。おほほほ、なんだよ。あ、セーブできんじゃん。あ、なんという時間調整。よし、時間調整。バッチリだぜ。こんにちは。あ、今猫さんいらっしゃい。でも時間調整がちょうどだったし、終わります。空気読んだな、街が空気を読む。今の見つからんとハマるな。いいところに教会。しかも教会が最初にあるっていう。おあつらい向きな教会。ああ、いない、客が。それは誰も来ねえ、こんなとこ。城の中を調べなさい。誰なんだろう。教会があるはずです。喋り方おかしいだろ、お前。そんな、ふてくされてるやつの言葉じゃない。肉屋。おっと、まだある。あ、病院まであるじゃねえか。もしかして看護婦いる？いない。鍵があるし。なんだ、充実してるけど、客がいねえな。よし、今日はここら辺だな。ファザナドゥは。K は持ってるよね。1個、もう1個買っとくか。それにしてもちょっと何気に難しいな、このゲームな。難しいけど、まあなんとかなる。でもちょっとね、防具とか武器がパワーアップする、もうちょっとパワーアップ細かくしてほしかったね。なんかロングソードからこの三つ股までがめっちゃ長かったわ。武器屋じゃないの、ここ。もうこれ以上強いのないの。結局ないんじゃん、もう。あ、もうない、こっちない。よし、終わりだな。ここまでだ。しかもちょっともう一回アイテム買っちゃったから。伝説の装備の解放が気になりますな。そうな、見た目もかなり変わるよ。そんなわけでお疲れ様でした。良さそうですね。ちょうど体力的にも。よし、お疲れ様でした。オツでした。次枠は、お疲れ様でした。次枠は、どうしよう。そうだな、今日までだから多分まともに放送できるの。あとはちょっと動画が完成するまでは、多分放送はそこまで。がっつりはできん。多分ね。雑談枠がちょろっと取れるぐらいだと思うんで。ということにしたいんで。よろしくお願いします。お疲れ様でした。